アイテム番号 SCP-269-JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル。 SCP-269-JP は現在周辺地域を封鎖し、指定範囲を高さ3メートル以上の鉄製の塀または有刺鉄線により包囲しています。また指定範囲の1キロメートル内に常駐中警備員が必ず最低24名以上配備されていなければならず、各員には蛍光型の火炎放射器の携帯を義務付けてください。区域内には監視用赤外線カメラを範囲内に 1.400 メートルのマス目状に全周囲を確認できる形で設置し、24時間体制での監視を行い、 SCP-269-JP A の発生を確認した場合は速やかに火炎放射による焼却処理を行ってください。周辺地域への大気汚染や土壌汚染の危険性をはらむため、この際毒物。3、細菌の使用を禁止し、監視施設内においても薬品等の設備は制限されます。SCP-269-JP A の発生から数時間後、SCP-269-JP B への移行を確認した場合は無人爆撃機による処理が許可され、セクター8192に常備されている型爆撃機7機により焼却が行われます。攻撃を加えた後、規模の縮小した群れを常駐職員とセクター8192の職員で処理を行ってください。 SCP-269-JP A の発生から8時間が経過すると、レベル3以上のエージェントは即座にプロトコル14実行のための準備の開始が義務付けられます。また発生から12時間が経過した場合、職員は速やかに退避し、プロトコル14に従って処理を行ってください。SCP-269-JP A、B、C の処理が完了し次第、あと約3週間近辺を封鎖し、SCP-269-JP A の死骸の処理を行ってください。説明。SCP-269-JP は、県、市、区に存在する北緯、東経、地点を中心とした半径 5km の地域を指し、不定期に巨大な火柱である SCP-269-JP A を範囲内に発生させます。SCP-269-JP A は SCP-269-JP A と呼ばれるユッスリ科に似た小型の昆虫により構成され、以下の特質を有します。雌雄同体で、卵による無性生殖を爆発的速度で行います。市販のペンチと同程度の強さの非常に発達した顎を有しています。化学薬品、毒物に対する非常に強い耐性を持ちます。毒物等に接触した場合、群全体の SCP-269-JP A の体液が接触した物質の特質を有するようになります。体内に消化器官が存在せず、ガシという概念を持ちません。群体から分離した SCP-269-JP A は徐々に衰弱し、死に至るため捕獲や飼育の試みは未だ成功していません。現時点で地球上に SCP-269-JP A と一致する生物は発見されておらず、SCP-269-JP A は区域内に突然出現し、SCP-269-JP A 単体での出現は確認されていません。また SCP-269-JP A の出現の事前兆候は、これを財団が調査を開始してから確定的な情報は得られないでいます。SCP-269-JP A は出現時すでに全長、直径ともに10メートル以上の状態となっており、内部は SCP-269-JP A が高密度でひしめき合っています。この時中心部にある大量の卵が核として働き、1分に満たない周期で孵化と産卵を繰り返し加速度的に密度を高めていきます。発生と同時に群体は移動を開始し、軌道上に存在する生物に対し攻撃行動を行い、対象となった生物は多くの場合失血、細菌感染、または軌道に大量の群体が詰まることで死に至ります。SCP-269-JP A 発生から最速で3時間で、
内部の密度が爆発的に膨れ上がったことにより火柱の巨大化が進行し、火柱が縦方向へ急激な肥大化を開始した時点で SCP-269-JP-B への移行が行われたと判断されます。SCP-269-JP-B は最初約 10cm 毎秒毎秒で縦方向に成長し、竜巻状に螺旋回転を行い移動を行います。また、移行が確認された時点で SCP-269-JP-B は、火に対し炎症を食い止めるためとしか思えない群の切り離しを行うようになるため、火炎放射器による処理は効果を失います。SCP-269-JP-B は全高約500メートルを超えると成長を停止しますが、この規模の SCP-269-JP-B が市街地へ進出した場合の被害は計り知れません。爆撃機による処理が間に合わず、SCP-269-JP-A 発生から12時間が経過すると SCP-269-JP-C へ移行したと判断され、即座に職員に避難が喚起されプロトコル14が執行されます。SCP-269-JP-C は際限なく成長を続けるため、現在までプロトコル14以外に財団はこれに対する対処法を発見できていません。財団はこれまでに SCP-269-JP のケテルクラス認定を検討しましたが、プロトコル14という過去に裏付けされた明確な対策があることにより却下されました。プロトコル14、SCP-269-JP-A 発生から8時間経過が確認されると、SCP-269-JP に最寄せの財団研究施設であるセクター、8192より、最以下の4人が護送されることになります。この時プロトコル14の実行を容易にするため、に対し、編集済みを行ってください。SCP-269-JP に無事護送が完了するとレベル3以上のエージェント5名が随行し、を SCP-269-JP-C 内部へと侵入させてください。また、が死亡した状態でプロトコル14を行った場合効果が現れないことが明らかになっています。SCP-269-JP-C が動きを止め、末端から生命活動を停止しているのが確認されると、プロトコル14は完了したと判断されます。この時万が一プロトコル14実行に必要な、に不具合が生じた場合、近隣の、編集済み、財団が調査を開始してから、県に収蔵された文献だけで膨大な量の記録が発見されました。その中で今後の研究の発展に寄与する可能性のある記述は以下の通りです。記録日時、1500年月日、文献による記録、県、市の図書館にて発見、長期間の日照りの後、突如巨大な黒い竜が出現し、近隣の村を壊滅まで追いやった後、無惨したと記録されています。この時、穀物庫や住居が破壊されたことによる二次災害として餓死者が多数出ています。これが SCP-269-JP について記述された最古の記録です。記録日時、1600年月日、文献による記録、上記に準ずる深夜、山間から突然黒い竜が現れたと記録されています。この記録がプロトコル14にあたる儀式が見受けられる最古のもので、20人の編集済みが編集済みされた後、竜へ報じられたとあります。儀式についての記述は非常に簡素で、ほぼ一切その内容は記されていませんが、プロトコル14の原型にあたるものとして最古の記述であると思われます。記録日時、1600年月日、文献による記録、県、市、大学にて回収、暦と日時、竜神が暴れたとのみ記されており記録的意味合いは大変薄いですが、宗教的儀式としてのプロトコル14にあたる儀式の指南書として大量の記述がされています。財団はこの文献を参考にその他の事例と照らし合わせ、1900年、月、日。
の SCP-269JP-C への処分法としてプロトコル14を確立しました。その大部分は財団が確立したプロトコル14と比べ余剰部分が大半を占めていましたが、SCP-269JP への大きな対抗手段として伝えられたことがわかります。記録日時、1700年月日文献による記録、県市の図書館にて発見、宿場町に大きな椛柱が現れたとされ、この時またプロトコル14にあたる儀式が行われたことが記録されています。実行者7名は死亡。うち4名はプロトコル14に用いた、の母親と記され、プロトコル14に必要とされる、の人数が合わないためさらなる調査を要請されています。現在うち1人は妊婦であったという可能性が高いという説が最有力とされています。記録日時、1800年月日文献による記録、県市の文化記念館にて発見、大きな虫の群れが3つの農村を襲い、約50名が死亡したと記録されています。被害規模が大きいことからプロトコル14にあたる儀式が伝わっていなかった地域であるようです。記録日時、1900年月日、農村であった町、村に大量の蚊に似た昆虫が飛来し、52名の死者を出した後一斉に生命活動を停止しました。大学から調査団が派遣されるも原因は解明できず、鉱財団へ情報が送られ標本を回収し、SCP-269JP を保護しました。記録日時、1900年月日、SCP-269JP-A 発生から約13時間が経過し、SCP-269JP-C への移行を映像媒体で初めて記録しました。この際、型戦闘機3機、E クラス、名誉を失う損害を被りました。被害拡大を抑えるために財団は構想していたプロトコル14を実行し、データ削除済み、データ削除済みに近い人物には A クラス記憶処理を施し、近隣住民には B クラス記憶処理を施しました。記録日時、2000年月日、SCP-269JP-A への処理の際、化学毒の散布による掃討を試みたところ、環境に対し甚大な汚染が確認されました。移行北緯、東経、地点から半径 2km が薬害特区に指定され現在も除染が行われています。この他にも財団が保護を開始してから3度財団は SCP-269JP-A の段階での処理を成功させ、2度のプロトコル14を実行しました。現時点で2000年月日の事例が最後の SCP-269JP-A の出現事例です。博士は、次回以降の SCP-269JP-A が化学毒を有している可能性を考慮する必要があると提言しています。対象、旧村、現 SCP-269JP 指定区域、区長、市。インタビュアー、博士。不起。対象は軽度のアルツハイマーを患っており、支離滅裂な内容を含むため、博士が不要とした箇所は編集されています。録音開始、1900年月日。インタビュアー、それでは、あなたが聞いている三人の話を聞かせてください。対象、ああ昔ばあちゃんから聞いた話でいいんだな。昔山にはおっかない竜がいてな。インタビュアー、竜とはそのままの意味ですか？大きな蛇。対象、そんなもんじゃないさ。黒くて山よりでかいってんだ。俺も若い時にこの目で見たのさ。ありゃあ竜というより竜巻だな。インタビュアー、続けてください。対象、ああ、こっからはばあちゃんに聞いた話だがな。竜は嫁っ子をもらうためによく村へ降りて人を食ったってんだ。それで村の門は竜を神様として祀って沈めようとしたんだと、
こっからは、インタビュアー、焦らず、ゆっくり思い出してください。対象、ああそうだ、龍を満足させるために女を送って。インタビュアー、それで、編集済み、の風習が始まったんですか？対象、そうだ。だからあの時ばあちゃんは妹を、ああ、最初から龍なんていなかったんだ。昔から女を。インタビュアー、龍は存在しなかったんですか？では何のために、編集済み、を。対象、報いだったんだ。ばあちゃんはそれを、おえつ。インタビュアー、3。対象、おえつ。録音終了。終了報告書。これ以上はおえつを発するのみで情報を聞き出せませんでした。博士はこれを提出した後、この土地の民族的特徴や風土、特に身分差別や奴隷制、人見悟空、カニバリズム的風習に関し研究の必要があると報告しました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。